料理部は女子ばっかりだし、さすがに何の理由もなくクラスの男子にご飯振る舞ってたら怪しい人になっちゃう。お父さんや弟から感想を聞くのとはまたちょっと違う気がしてたから、こんなチャンスめったにないと思って。そうそう、おにぎりもあるんだよ。具材はなんと自家製しば漬け。こっちも食べてみて。はい、あーん。気持ちいい食べっぷりだね。お、ちょっと動かないでね。よいしょ。うん、もういいよ。ほっぺたにご飯粒ついてた。あれ？どうしたの？私、
失礼なことしちゃったよね。本当にごめんね。じゃあもうやらない方がいいかな。それじゃあ今度は照れないでね。あは取りすぎちゃうと旨味が減っちゃうし、ありすぎてもいけないし、工夫のしどころなんだ。めったにないから、男子の代表としてもっと感想言ってくれる？
じゃあ次。はい。あおさまつさまでした。え、そんなお礼なんて気にしなくていいのに。それに仮にもしお礼をしてくれる気なら。